超、塩止めパラダイスは、日本テレビが、毎年夏に開催するイベント。会場は、東京、汐止の日テレプラザ。2015年から開催されている。日本テレビが本社を汐止に移転した、翌年の2004年夏に、日テレジャンボリーとして始まり、以後、g 汐留止ジャンボリーを経て、2010年からスタートした夏、イベント、潮吐その、 塩白を前年の開催を最後に発展的終了し、リニューアルする形で2015年の夏から新たに始まったのが、この超塩止めパラダイスサマーである。初年度は7月25日から8月30日まで約37日間にわたって行われた。これまでの夏、イベントと同様、本イベントにおいても、 世界の果てまで、いって旧、ダウンタウンのガキの使いやらへんで、をはじめとする日テレの人気番組の、ブースグッズ販売店、飲食店、ステージライブなどが開かれる。入場料は無料だが、一部のアトラクションは有料。なお、開催期間中、毎年8月に放送される、24時間テレビ、愛は地球を救うの関係上、24時間テレビ、 特設ブースや専用募金箱が設置される。また、イベントの収益の一部は24時間テレビチャリティ事務局に寄付され、震災支援などに使用される。また、アトラクションブースには期間限定のものや24時間テレビ放送当日の日曜日をもって終了となるものもある。年度により冬にも開催されることがある。2015年はタイトルを、 塩止めパラダイス。2015ウィンターとして、12月21日から12月26日までの6日間に、渡って開催された。また、2017年も、超、塩止めパラダイス。絶対に笑ってはいけない冬休み。と題して、12月22日から12月29日の8日間に、渡って開催された。2020年夏については、 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2021年夏は、前述に加え収束の見通しが立たないことや、緊急事態宣言の発令に伴いそれぞれ、事実上の開催中止となった。基本的には無料だが、一部有料のものもある。化け物の子ステージ2017年に設置された、メアリと魔女の花、ステージメアリと魔女の花ステージ。ありがとうございます。